いい女だな。何もしやしないよ。何もね。岸さん、岸さん、私ですよ。岸さん、私ですって。ほら、岸さん。だから私ですよ。ほら、この顔。そんなことじゃありませんよ。なんですかね、プンプンするんですよ、この街。私の研究材料にぴったりで。きついなあ、岸井さんは。作家業は波が激しくてね。地道にルポなんかもこなしていかないといけなくて、今度新興都市の文化遺産の研究をしていて、それでこの町にスポットを当てて特集するんですよ。東大元暮らし、いやいや、虎穴に入らずんば虎子を得ずかな。まあ簡単に言うとですね、あなた方がいつも見ている日常の風景、現在の姿と過去の姿というのは、実は表裏一体の関係を結んでおり、街に点在する木々など、長い長い人の歴史の中でそういった関係を土地とともに営んでいる。つまり人の知らないところで意思は生まれ、それは人に跳ね返ってくる。なんと、このロマンスグレーのダンディーな私の知識が。そうですか、しょうがない。そろそろ本題に入りましょう。わかりました。それではいいですか。よく聞いてください。私の役割はこの街を観察することです。つまり岸井さん、あなたを含めて観察するということです。そう、合法的な覗きをしています。私の荒俣カスタム手帳が全てを記録するのです。
ですから岸井さん、どこかで私を見つけてもらえれば、あなたの行動はすべて記録して差し上げられます。どうでしょう、なかなか便利なものでしょう。